今宵は山大今夜のゲストをご紹介いたします山口大学理学部理学部長でいらっしゃいます野崎浩二さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの前任の松野先生にも何度かこの番組出ていただいたんですけれども <laughs> その意をまたね全部引き受けて野崎さんが今勤めていらっしゃるわけですけれどももとも とこの理学部の中でも野崎さんのご専門っていうのは何なんですか。えっと私の専門は一応物理学なんですが、はい、もうちょっと、えー、狭く言と高分子物理学という野です。高分子物理学。はい。よほど分かる方しか分からない。私には全く分からない、はい、世界ですけれども、まあそんなあのね野崎さんなんですが、今夜は大学を上げてのまざまな取り組みを。 主にご紹介いただきたい方で、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、今夜は先生に自然の不思議や面白さを伝える。サイエンスワールドについて、いろいろと伺えというふうな指示をもらってるんですけれども、先生。<laughs> はい、これって、あの理学部ではどんなことなさったの。っ るんですか？あのサイエンスワールドっていうのはですねえーえー、主に一般市民の方特に子どもたちですね、うん、えー、この子どもたちを対象にですね、うん、まあ,あのサイエンスの面白さ不思議さをですね、はい、えー、子どもたちに分かってもらおうという、うん、そういう企画です、うん それはあのいつ頃からなさってるんですかこれはですね、ええ、かなり実は古くて、はいえー、サイエンスワールド今年で21回目になりますだからもうその20年、ええ、21年やってるようなそんな行事ですええああ、じゃあもうおなじみの行事っていうこと、ね、そうですね、ええ そももそはのときおっしゃった子どもたちにっていうことが目的でで始まったんですかあの。最初はですね、えーえー、最初の目的は、うん、あの山口大学に理学部があることを知っていただこうという、うん、それが、うん、あの最初の目的だったんですけども。理学部って何年目ぐらいになるんでしょう 理学部はですね、えー、と実際に理学部の、えー、と前身が分理学部というのがあるんですが今ですね、えー、と分理学部ができて今年でちょうど、えー、70年ですね、うん、それはとても歴史があるんですね。で、あのー、途中であの分理学部が理学部と人文学部に分かれました。分かかれてから何年、うん <laughs> まあ、えっ、ー、と二十一年が今回このサイエンスバルドですよね。だからその前だからもう前ですもうずっと前ですね。ですね。はい、でそしどうしてそのなんて言うんでしょう。ご自分たちがこう理学部でそうやってこうねいろんなことをなさってる中で理学部のことを知ってほしい知らない人がいるっていうのはどうやって お分かりになったんですかあこれはですね、うん、あのまだまあ20年21年前だから私も若かったわけなんですが随分、うん、若かったとそうですねええであの理学部のですね、うん、同じ年ぐらいのですね教員で、うん、まあよく食事に行ったりしてたんですね、うんはい、でまあたまたまあの入ったお店で、うん、まあちょっとあのお酒でもいっぱいながら話してたところでですね、はい、そこの店のご主人がですね、うんはい えあの山口大学ってどんな学部があるんだと突然言われてですねご主人が知っていらっしゃったのは <laughs> 医学部と経済学部と教育学部ぐらいしかご存じなくて、うん、理学部っていう名前が出てこなかったんですねそれであ普通の大学がある町にいらっしゃるのに、うん、どういう学部があるのか知らない方が多いんだと思ってこれはいかんぞと。うんうん であの同じあの年のですね、うん、教員連中でですねはいはもっと理学部を宣伝しないといかな,なということで<ー>それがあのとにかく、うん、理学部という名前をですね、うんえー、もっともっとこう広く知っていただこうというきっかけになったわけですねなるほどねまあでもそれが本当に地元の方の声ですもんね、はい、そうですね、えー、でもそれを知ってもらいたいと思われたそのあのお話がとてもショックだったっていうのはずいぶん皆さん 学部を愛していらっしゃる方々だったんですね。そうですね。うん、あの基本的にですね、うんうん、あの大学の教員というのは、はい、あのその学部に愛着を持ってるし、うん、もちろんあのそこで仕事をやってるわけですから、はい、あ,のあのみんなあの大切に思ってます。うん、なるほどね。はい、さあそういうことが始まって、えー、もうずいぶん経つんですけれども、えっと現在はどんな感じで。 今はですね、うんあの「サイエンスワールド」のいろんなあの企画を、はい、えの実は学生さんが主に出してまして<ー>でもうすでにあの今年の「サイエンスワールド」の企画の準備とかも今学生さん一生懸命やってるんですが、うんえー、学生さんが自らですねどういうふうな企画にしたら子どもたちがこの「サイエンス」を面白いと思ってくれるかなとか、うん、それから考えてですね、はい で、えー、と学生さんたちがじゃあこういう企画をっていうのをですね、うん、あの各学科やはりあのいろんなあの分野が違うあの例えば数学物理科学生物、うん、地球科学ってあるんですけども、うん、あと情報科学ですね、はい、その学科ごとに学生さんがですねその分野の中の企画をいろいろ考えて、うんうんうん 実際にはですね、一日サイエンスワールドっていう行事をやるんですけども、はい、あのそこの会場広い会場にですね、<laughs> こうブースを用意して、うん、でそこで学生さんがいろんな企画をやってみせたり、うんえー、子どもたちも参加して一緒にやったりして、あの楽しめあの楽しんでもらうっていうそういうやり方を今しております。で、えー、も主体は学生たち。そうです。っていうことなんですね。はい。いろんなアイディアが出ると思うんですけれども、これ全部ってわけには多分。 いかないんじゃないのかなって思うんですけれども基本的には。 何かかされたたりっていうののあるんです学生ち基本的に先行というのはやらないですね。で今学生もグループを作ってそういう企画をやるんですけども大体1 4号まあ多い時は20ぐらいの企画が出てきます。それで先ほども言いましたようにブース方式のそういう展示とは別にですねもう一つミステリーツアーというのをやってて。ミステリーーツアはい これはあの、まあ、あの何やるかはもう本当ミステリーなんですけど <laughs> す、ね、会場あの別のところに、うん、まあツアーですから、えー、あのご案内して、うん、でそのところどころにそういうサイエンスの企画が用意してあって楽しんでもらう結構あのこれは人気がありましてですね最初にあの定員制なんですけど整、はい、理券を配ったりするんですけども、うん、すぐになくなります。

私もですね今実は物理学の方のそういう学生の企画の指導をしてるんですけどももう今学生さんは実はまた大学は夏休み期間でも返上でみんな出てきてですねいろいろとやってます工作をしたり使ういろいろやってます。たただ学生がしいとは 言いましてもね、はい、これはあの大学の教員がやっぱり指導しながらこういうふうに見せた方がいいよとかだから学生はそこでいろんなことを学んでいくわけですね、うんうん、で、えー、見せ方から、うん、まあ最初の企画のアイデアからですね、はい、そういったところは要所要所で、まあ、指導はするんですけども、はい、基本的には学生さんが作り上げていきます、うん、で今そうですね私がたまたま指導してる担当してるグループで言いますとですね、はい うん、まだ3割四割しかできてないかなっていうところですね。<laughs> 少し焦り気味なんでしょうかね <laughs> あのもうそうあのこちらは焦ってるんですけどね特にあの企画を初めてする学生さんっていうのはやっぱりちょっとそういうなんていうかなスケジュール感がちょっとつかめてないですね。それで、まあ、一応あの、うん ああのののて言いますか学年高学年の上級生とですね1年生、2年生をあの組み合わせて一つのグループにして上級生経験持ってますからそういうところでですねあの後輩たちに指導してもらうといいことですよね。だからまあいろいろとまあ社会に出るとですねいろんな能力必要になるとは思いますけどもそれを総合的にですねちょっと身につけてもらうという。これあの あのこのサイエンスワールドっていう行事の、えー、ためのえっ、ー、とそういうのでもあるんですが、うん、一方で学生の教育、うん、そういったあの能力を育成する教育でもあるんですね。しっかりそういうところまで踏まえているということなんですね。はい、そうですね。なるほど。はい、えっと今回もやはり広くあの皆さんに参加を呼びかけていらっしゃるんだと思うんですけれども、はい、あのだい,いそこに参加すると。 まあ子供たちも含めですけれども、はい、どのくらいの小中高いろいろいらっしゃると思うんですけれども。はいはい、もう中心は小学生ですね。はそうなんですね。はい、あの、うん、いろいろとやはりあの小学校を中心にですね。うんうん、この行事のチラシを、はい、あの配っていただいたりですね。うん、するんですけれども、大体来場者の大半が小学生とその保護者の方々が多いですね。えー、えー。 でも子どもたちがそういうことに触れるとこれから先、まあ、そういう世界が好きになったりまた進む大学として山口大学を選んでくれたりとそうです、ね、目標っていうのが子どもたちにも定まっていい経験ですね私もはまああのもちろん理学部で教員やってますから、はい、あの子どもの頃からですね数学とか理科とか好きだったんだけども。うんうん 当然大学に行った経験なんて子供の頃なかったわけですね。うん、ところが、えっと、こういう行事をあのやらせていただくと、はい、あの小学生子供の頃からですね、大学っていうところに、うん、あのまず来ていただくことができる。うん、これは非常に大きいことで。えーえー さっきミステリーツアーっていうのをやりますよって言いましたけどこれは実はあんまり言いたくないんですけどね理学部の中にに実際お連れすするんでだから実際に日頃学生さんたちが勉強したり私たちが学生と一緒に研究したりするそういう建物を実際に見てもらおう そういうあの目的もあるのですね、えー、小学生ぐらいからそういうのを見ると、うん、あの見たあの子供たちのうちの,、うん、あの何割かは、はい。 理学部っていうところに興味持ってくれるんじゃないかと思ってですね。うん、そうするとその中のまた何パーセントかは山口大学理学部にこう入ってくれないかなっていうまあ淡い期待があるんですけどなるほど。うんうん、はい。まあでも子どもたちのそういうものに興味を持たせるということを考えると十分こう地域に貢献されているこれは事業だなというふうに思いますね。あのそうですね。そう思ってくださると大変ありがたいんですけども。うんうん、あのまああの 山口大学もですねもっともっといろんなところでですね、うん、地域の皆さんに貢献して、はい、あの地域の皆さんにやっぱりこう愛されるというかですね,そう,ですねそういう大学にならんといかんかなと思ってですね最初のきっかけの,あの理学部っていう名前あの、うん、今になってようやくですね、うん、えとあるよっていうのは分かっていただいたとは思うんですけども知名度があのだんだんこう広がってはいるんだけども、うんうんうん この次の次ステップは、ねはい、理学部っていうところでじゃ何をやっててうん、うん、でそこに入っては何勉強できてで将来どういうふうにじゃあ,あの理学を出てどういうふうなところでこう活躍できるんかなとかですねうん、うん、そういったところまでもね、うん、もっともっとす、ね、あのはいす、ねはい、それはとっても大切なことだと思うので、はい、ぜひたくさんの方に来ていただきたいですよね。はい、さあお話まだ続くんですけどもここで1曲おかけしたいと思います。えっと、今夜お持ちいただいたただ曲曲なんですけれども、えー、1曲目が シカ、えー、もはいこれはどうしてこれをお持ちになったんでしょうあのー、実は私高校大学と、うんえー あの、音楽のバンドやってまして。それであの、大学は特に、あの、作曲とかもしてたわけですね、恥ずかしながら。で、その、その時に、シカゴの曲が特に好きで、シカゴの、あの、バラード調の曲がですね、やはり好きで。えっと、実はちょっと真似したり、あの、してたわけなんです。その時は何をなさったんですか?。ベースギターですけど。そうなんですね。 じゃ思い出の曲ですね。はいはいじゃタイトルコールをお願いします。シカゴの Hard To Say I'm Sorry。先ほどの話で山口大学理学部と今年41年目だそうですよ。そうですね。はい長いですね。あの理学部長がそれはちゃんと知らないというのはちょっと恥ずかしいですね。いやいやそんなことないでしょ。まだだってお子さんでしたもんね。お子さんっていうかそうですね。少年でしたもんね。そうです少年でしたはいということであの今 今回の,そのサイエンスワールドには何かキャッチフレーズがあるとかそうですね、あのうん、今回はキッズサイエンスサミットというキャッチフレーズで,で、すね、はいまあ、とにかくこれ、あの子どもたちに集まってもらってサイエンスをこう楽しんでいただこうという、うんうん、そういうあのいろんななんか企画があるようです、ね。サミットってあるぐらいだから、そうですね,ですね,ねこれは、まあ、お越しになったら分かるということで。でね、これはお楽しみとい さあそしてこの「サイエンスワールド」と同じようにしてですね「ホームカミング・デー」っていうのを山口大学では毎年行われているんですけれども、はい、これあの理学部は随分こう力を入れるというかいいろいろやっってらっしゃるんです、ね、そうですすねねそうホームカミングであ・デーのもうえっ、ー、と今年で7回目になるんですけども、はいはい、これは主にあの、えー、と山口大学の卒業生 あるいは在学生とかですね、えーうん、あと山口大学にゆかになある方々にですね、うん、あの地域の方とかですね、うん、そういう方に山口大学をいろいろともっと知っていただこうと、はい、あるいはもっと愛着を持ってもらおうといただく、うん、そういう目的の,あの行事なんですけどもどこれは理学部としてもですね過去7回いろんな企画をホームカミングデーの中でしてまいりました。で 昨年からですね先ほどのサイエンスワールドをこのホームカミングデーの中で開催しております。で今年もですねだからあの山口大学のホームカミングデーはサイエンスワールドの開催される10月26日土曜日ですね。この日に理学部ではサイエンスワールドとして行います。はい じゃあもしかしたら卒業生の皆さんも山口に住んでるあの卒業生はです、ねうん、よく顔を出してくれる、はい、サイエンスワールド自体にも理学部の卒業生はあの来てくれるんですけど、はい、今度はあのホームカミングデーにいらっしゃったです、ねはい、別の学部の卒業生の方々も、はい、サイエンスワールドにあのこう来てくださって皆さん楽しんで帰って。 何ですか、はい、もうじゃ新旧顔を合わせて、はい、いろんなお話にまた花が咲くわけですね。今年はあの実はあのホームカミングであの、えっと全体の企画っていうのもあるんですけども、はい、あの特別講演がありまして、はい、その,あの講師は実は理学部というか分理学部全身、はい、の分理学部の卒業生の、はいえー、方がその講師をやられます。 なるほど。はい。あのどんなお話をされるのか、あの講師はですね、えっと松下隆之先生って言ってですね、あの山口県の土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアムの館長さんで、あのあの山口から日本人のルーツと未来が見える未来をつくるというそういうテーマでですね、なんかこう人類学的なそういうお話をされるんだと思います。なるほど。山口大学卒業生だったわけですね。 あの専攻はあの生物学の。はい。過去専攻だったと思います。うん。あ、じゃあ、いろんなまたお話が聞ける講演もあって。そうですね。楽しい催紙も。はい。もちまきもございます。もちまき。もちまきも、毎、あの。毎年、はい、毎年やってます。これきっと、あの山口って、あのもちまきすごく好きでしょ。はい。たくさん集まりますよね。これですね。いや、実はその、私がちょっと別の、えっと。 あのこと,をことというか、ですね、うん、あのこのホームカミングデー事態に関わった時にですね、はい、皆さんに来ていただくのにどうすればいいかっていう時にえっに、と、アイデアで,ですね、はい、えあ先生が出されたんですか、はい、持ちまきがいいぞと、で私、山口出身なので、山口において持ちまきの集客力がどんなもんか知ってたんですんねあみなの 山口以外で、うん、の出身の方はあんまりそれが分からなかったみたいなんですけど、うん、当日餅ま、うん、きのそうですね10分前ぐらいになったらどこからか。うん みんなどこから来たのっていう湧くように人が集まってきてですねどんどん集まってきてねみんなあの知らない人目が点になってますそうでしょうねそれ以来やはり持ち巻きははい書かせない行事ということなんですか要所要所に先生のアイディアとかそういったものはどうも歴史の流れの中にどんどん入ってるっていうそんなイメージがありますねそうですねもう可愛くてしょうがないでしょう先生この行事あの んか自分の考え方としてどうせやるんだったらやっぱりたくさんの人に楽しんでもらいたいっていうのがあってですね、うん、やはり、うん、あのそういうところからいろんなアイデアを出してるんですが、うん、まあ,あのたまたまうまくいって たものだけを今あのここでお話ししているだけでですねあのボスがたくさんありますまあいろんなことをしようと思ったらですねやはりいろんな経験をしないといけないのではいああでも今年も楽しみになってまいりましたあのえっと山口大学理学部サイエンスセッションはいあんだ18はいこういったものもなさって十八歳はいいか中学生高校生はいはい これはですね、ええ、あの実は、まあ、あの山口大学理学部は、うん、あの県内の高等学校ともでいろいろとあの連携してですね、うん、あのこの地域のやっぱりサイエンスの教育というものをですね、うん、一緒になってやりましょうということでやってるんですが、うん、その中であの高校生が今あのいろんなサイエンスに関する課題研究っていうのをやってるんですね、うん、でそれのの発表の場をですね。うんうん 提供していろんな高校に集まってもらって高校生同士でいろいろとですねそこでいろいろとディスカッションしてもらってそういう場を作ろうということで始めたんですけども今はですねこれが県内だけじゃなくてお隣島根県から福岡県なんと沖縄県京都府大阪そういうとこから出場してくれます。その発表 大会ででやるんですけどね、うん、あのいろんな賞を出したりして、うん、でそこにはあの実は地元の企業さんからですね、うん、審査員をお願いしていろんな賞も出してもらっていただいてます、うん、でまあ山口大学理学部が核になって地域の企業さんもこう、うん、なんていうか一緒になってですねその地域のいろんなあのサイエンスのです、ね、育成にですねちょっと協力していたくこうと一緒になって地域貢献をしようという。 なるほど、はい、そういうことで。いや、もう話を伺うと、山口大学理学部、は本当に面白いぞということで。ちょっと時間がオーバーになってきたようなので、このあたりで終わらないといけないんですが、<laughs> 最後の曲をでは。何をお持ちになったんですかね。今日はですね、えっと、私大好きなバンドで、とと。タイトルコールをお願いしていいですか。はい、え o ととのグッバイリノアです。